ポーリッシュハウンドは、ポーランド原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、オガール・ポルスキ。ここでは、これの小型版犬種であるゴンチッポルスキについても解説を行う。古い犬種であると言われているが、詳しいことはよくわかっていない。ベルギーのセントヒューバートがベースになっていると言われ、これをさらに瞬足にするために改良し、作出されたものであると言われている。 主にのうさぎやキツネを狩るのに使われていた。パックまたは単独で獲物の匂いを追跡し、発見すると自ら追いかけて仕留めた。二度の世界大戦により、絶滅寸前となるが、愛好家が戦後に純血の犬をポーランド中を探し回り、数年かけて変地から純血の犬を見つけ出し、ブリーディングが再開されて、絶滅を逃れた。以後、 年々頭数を増加させ、1966年には、不思に公認登録され、国際的に知られるようになった。しかし、未だその頭数は少なく、ポーランド以外ではあまり飼育されていない珍しい、犬種である。原産国では事業権として人気が高いが、ペットや小毒具としても人気がある。いくつかの書籍で、重量感のある犬という記述があるが、実際には、 筋肉質でよく引き締まったコンパクトなボディを持っている。この記述は現在、近同によるもので、かつて、ポーランドに存在していた、別のセントハウンド剣士のことを指しているのではないかと、考えられている。頭部は小さめで足が長く、走るのが早い。マズルは短めで、耳は垂れ耳、尾は、飾り毛の少ないタレオ。コートは、スムースコートで、ツヤがあり、毛色は、 ブラックタンやタンブラックなど、体高56から66センチメートル、体重25から32キログラムの大型犬で、性格は忠実で人懐っこく、愛情深くおっとりしている。スタミナが多く足腰は丈夫で、両犬として繰り出されると活発で、精力的に獲物の匂いを追跡するが、ペットとして飼育されている場合は、非常にのんびりしていて穏やか。 有効性が高いため、家庭犬としてよく向いた気質を持っていると言える。ただし、元が良犬であるため運動量は非常に多いので、長めの散歩のほかたくさん遊んでやることが必要である。しつけの飲み込みと状況判断力は普通である。かかりやすい病気は運動のしつぎにより起こりやすい、関節疾患や熱中症などがある。ゴンツポルスキゴンチポルスキは、 ポーランド原産のセントハウンド犬種の一つである。ポーリッシュハウンドの小型版の犬種にもあたり、英名はスモールポーリッシュハウンド。ポーリッシュハウンドをモットのウサギ料犬として使いやすくすることを目的として改良されてできた犬種で小型化による軽量化が図られている。主にのウサギを飼えることを専門として用いられていた。単独あるいは小規模なパックでのウサギの匂いを追跡し、 発見すると自ら追いかけて仕留めた。本種のポーリッシュハウンドと同じ国との世界大戦によって壊滅的なダメージを受けた。戦後この種も愛好家による生存した純血犬の捜索が行われたが発見されることはなく絶滅が確認された。しかし、この捜索は徹底したものでなかったことが戦後数十年経って発覚している。原産国以外では ゴンチを調査に従って全滅種として認定したが、実際には原産国にはまだわずかに純血種が生存しており、この犬を集めてポーリッシュハウンドの血を借りて頭数を増やし後に戻し後輩によって純血のゴンチを復活させることに成功した。今日ゴンチは原産国でのみ飼育され、大半が実業犬や消毒グとして飼育されている。 ペットとしても飼われているが、その頭数は世界的に見れば非常に少ない。容姿はほとんど大差がないが、こちらの方がサイズが小さく軽量である。大きさは中型犬サイズで、性質もほぼ同じであると言われる。ありがとうございます。